今私これにハマってます。推しの一本。今ではチャンネル。こちらのコーナーはですね、たくさんあるお酒の中から今自分がハマっているお酒を一本熱く熱く語っていくコーナーでございます。今ではチャンネル。それでは今私がハマっている一本はこちらです。はい、花友恵の水元純米でございます。花友恵というお酒は奈良県のお酒です。で、普通の純米酒なんですけども、水元という作り方の名前ですね。こちらがちょっと普通のお酒とは、異なるちょっと特徴です。で、水元っていうのが、まあ、簡単に説明しちゃうと、室町時代にお坊さんが、作っていた製法のことを言います。で、その水元という作り方の、まあ、現代版ということで、出ているお酒なんですけども、もうズバリ特徴がちょっとヨーグルトのような爽やかな酸味と、なんかこう梅酒のような芳醇な甘酸っぱさっていうのが、おすすめのポイントです。なぜこれを一押ししているかと言いますと、やっぱりこの芳醇なこう甘みと爽やかな酸味っていうのがですね、なんとチーズとめちゃくちゃ相性がいいんですね。で、私今までワインとチーズってイメージしかなかったんですけども、日本酒とチーズっていうの組み合わせに感動したきっかけがこちらの、花友恵水元に出会ってからだったんですね。で、それを知ったのはチーズの専門店で働いてるお客様に最初教えてもらって、で自分でも試したところ、その結構濃厚なこうカマンベールとか結構芳醇なチーズと日本酒って合うんだっていう結構驚きがすごい心に残っていて、それを結構私いろんな人にもっともっと広めていきたいなと思ったきっかけのお酒です。意外とこう水元って言うとちょっと上級者っていうイメージが湧いてしまうかと思うんですけど、むしろちょっと日本酒に何の固定概念もないビギナーさん、若い20代の方の女性とかにこれは飲んでいただきたいです。日本酒はこういうものっていうのをちょっと決めつけてほしくなくて、結構最近やっぱり日本酒も味わいの結構バラエティがすごく広がってきていて、なんかワインのような日本酒もあるし、まあ、いわゆるこうどっしりした日本酒っていうのもあるし、まあ、ちょっと微発泡、発泡感のある日本酒もあるしっていうのをいろいろ楽しんでいただきたいっていう中で、まあ、そのうちの一つとしてこういう日本酒もあるんだっていう、まあ、こうちょっと個性的なんですけども、まあ、これを知ることで日本酒の楽しみ方が広がります。なので日本酒を知らない方にもぜひ飲んでいただきたいです。こちらの花友恵の銘柄、名前の由来なんですけども、このお酒を作っている奈良県の吉野という地域が桜の名所として有名な地域です。それにちなんでこの桜がこう咲き満開に咲き乱れている様子を表した花友恵という言葉が使われています。こちらのお酒も今ではのオンラインストアで購入することができますので、まあ、お家からでも買えますので、ぜひご利用ください。今ではチャンネル。それでは皆様、最後までご視聴ありがとうございました。今ではでは、YouTube の他にも、Instagram や Twitter の SNS の他に、オンラインストアもぜひぜひ皆様にご覧いただきたいと思っております。この動画のグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では、最後に、乾杯。